何なんだ、さっきからうなげてます。あんた大変な病気かかってます。あんた何すか。あんた一向症候群になってます。あんた、やだ、どんだけ。あのこの間ね、私がのかへんかったせいで森の入り口にスイス人が詰まったんですよ。もう私がのかへんかったからなんですよ。まあ、こうやってね、あの夫婦で漫才してます、うん、どこがやねん。いろいろ大変なことだ。嘘つくなよ。旦那がね、本当にお前が嫁かい。ほいで坊主の嫁ってなんやねん。アイスコーヒーなら、アイスコーヒー、はい、黒豆焙煎汁の冷やし。黒豆焙煎汁の冷やし、まあ、アンパンマンなら、アンパンマン、アンコロ奉行、アンコロ奉行。シュークリームね、クリーム飲んだら皮ゴミやけ捨てるやん。でもそれを目に合って遊ぶっちゅう。違う違う違う、シュークリームはダートクリーム一緒に食うのがシュークリームやろ。今ね、有名女優が自慢の妹である伊藤と、はい、決して有名ではないけれど、うん、家族みんなが自慢の畑中で。俺もそうなんだけどね。女子アナに似てるって言われるよ。ちょ、もうええって。女子アナなんて綺麗な人しかいませんからね。やっていい。やっていいって何やねん。ちょ、なん、いいね、関係ちゃうねん。いや、かん身長185センチ、165センチな。体重75キロ、85キロ。ほっそり、ぽっちゃり。大人気、全然ない。やめろ。ちょっと開けるよ、パンダさん。あれ、ちょっと待って、これ、パンダさんちかと思ったら、ネズミさんちじゃないかよ。あっと、あれ、私たち、入れ替わってる？おい、これ、お前何ぶつかってんねん。違うって。もう球選ぼうぜ、ボーリングないから。じゃあ俺の球はこれ。あ、球かと思ったら相方の頭だった。今のところどっちが面白い。それやめろ。こんにちはが早すぎるが、絶対聞き取れる、はい、オール巨人師匠の日本一早いこんにちは。、ね、ちょっともう第一声が意味わかりませんけどね。どういうことですか。あ、こんにちは。聞き取れますね。また今日も君を見かけたよ。2年ぬか漬けしたあいみょん。やっぱおかしい。やっぱおかしいぞ。え、ということで、バランス感覚ビューティフル BKB。 僕はね、頭がめちゃめちゃ良かったんですよ。へえ、聞いてみるもんですか。頭が良かった、はい、あ、そう。もうね、うん、音楽、図工、体育、道徳、みんな100点でした。アホやん。おいおい、今日はお前の新築祝いだろ。俺が代わりに開けてあげるよ。そね、ポーンってやって新築にくぼみ、誰も悪くない。そばにいたいよ、マイガー。早いな、早ー。あんようは上手、あんようは上手、こうちゃん、あんようは…前すいません。愉快だ。去年の夏は甲子園の一歩手前。すごいやん、大したもんやんか。それは尼崎まで遊びに行きました。知らんがな、お前。おい、駅の一歩手前かいな。電車なんか乗り遅れた時もさ、恥ずかしいとか言って恥ずかしがんないでね。もう中のやつ一人ターゲット決めて、そいつに向かってホームの端までこうすごい手振るぐらいのこう余裕欲しいよね。もう中のやつなんか相当恥ずかしいもんね。もう全然知らないと俺みたいな。でアクセル踏んでも進まないのよ、うん、あ、それはちょっとやだね。で隣見たら、うん、血だらけの女が座ってる。そこさらっと行くなっつってんの。そこの前をためろっつってんの。僕はうわーじゃねえの。おい、僕もらいもんでーす。デレデレデレ、今治タオル、これもらいもんです。サルバタッツ、キャッチ取れた、グルー、チャガテラ。結婚もしないんだよ。すいません、第一子も生まれてないから三子飛びすぎなんだよ。それでは行きます。よっ、ほ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 っ、早く。この間までずっとお前、米津玄師のことを米津玄師言ってたよ。あいみょんのことを iPhone 言うし、スマホになって。Zoom で子供相談室ってのは入るんちゃうかなと思ってるんですよね。いっしょ。え？ Zoom とか言うな。なんでよ。せいや、かわいそうやろ。やめとけや。いろいろあったけど、よくないよ、そんな言うの。てて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 、はい、拍手。だからケイさんの好きな人のタイプってどういう人がタイプやったのかな思って、ね、あ、もともとのタイプ、好きな男性タイプ、あ、正社員。いや、それタイプじゃないでしょ。こんな救援物資は嫌だというランキング、皆さん今日はよく覚えて書いてくださいね。まずは千羽鶴はいらないって言ってましたよ。いや、確かにいらん、困るわ。すごいんですよ、内山君って。
あのスキューバダイビングの格好してね、あの泳いで素潜りしてたらね、うん、漁師にイルカと間違えられて森で刺された。正直ね、はい、まあ、パッと見ではピンとこないかもしれないんですけども、はいはいはい、実はね、はい、僕の方が、はい、ブスなんですよ。いや大丈夫ですよ。変な前置き置く必要ないですよ。なんいや本当に、いや誰も疑ってないやろ。言うてんねん。慎んでお断りいたします。やるや。私が選んでいいわけがありません。私みたいな17の若造が。お前17だ。最後の最後のフー。ありがとうございます。大きなミートボール。誰が大きなミートボール。大きいねこれ。俺が大きなミートボール。ミートボールの親分だよこれ。俺がミートボールの親分だ。しかもなんかずーっと見てたら顔みたいに。顔だよこれよ。おかんが言うには副作用もあるっていうね。なほな湿布とちゃうやないかい。湿布に副作用なんかないのよ、うん、だって本作用がないんやからあれは。あのお母さん何作ってんの。何ケバブ。何作ってんの俺。誰が家庭でケバブ作んねん。牛丼たまや。あー危ない。今この会場の男たちがオカリナのたまって言葉に反応してみんな股間押さえてたよ。オカリナ夏祭りなんて絶対に言っちゃダメ。少年と宇宙人の友情をテーマにした映画といえば E.T.。はい、言ってください。言いて。言いたいなら言ってください。まだです。まだ間違えて捕まえちゃったって言えてません。取り調べの最初に結構上から言っちゃってなかなか言いづらくて。すいません、今日はクッキー焼かないんですか？いや、ステラおばさんじゃねえよ。うちの新聞取ってもらえないですかね。ごめんなさい、私ね新聞読まないんですよ。全然読まなくてもいいんで新聞取ってくれる。取りませんよ。なんで読まないのに取らないといけないんですか。実はね今朝出たばっかりの新聞があるんですよ。新聞大体そうでしょう。客席がびっしり満席ですよね。空席を除いてそんなことを言っております。中須川純でございます。ルミネーな女性のお客さんが多いからやっぱインナーもこだわらなあかんねん。今日もちゃんとインナーにこだわりをこう見せてね。こう師匠僕この仕事もう辞めたいです。今お願いします。やめさせてください。マリン、うわやってもうた。うわいややこやや先生のくせに。先生ではない。パパ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 。うわ、うまいが一番。シーチキン。油だよお前。よし。あすいません。あどうぞ。いえどうぞ。あいやあのそちらから。いえ貴様からで。どうぞ。こんなおじさんが写真集乗って水着着て海辺で写真撮んのか。何しょ貸せて。なんや。手一回手貸せ。なんや。どう。まあまあでかいんやな。まあまあでかいんやないの。痛いポーン。はあ、大丈夫かポーン。おタヌキしかいねえなお前。ん？だるまさんが転んだ。わあ、ブスすぎて動いちゃった。全部このパターンなのか。ちょっとどうしたの？うちの彼女ブス扱いするなよ。他にもシャープついてるセリフってありましてね。コロナもそうですよね。お前知ってることあったらもう全部言えよお前。僕知らんで。お楽しみくじまとまってもいいですか。お楽しみくじまとまってもいいですか。お楽しみくじやらせてもらってもいいですか。もちろん。おいお前先に自由でやろ。あれ置き取ったわね。つぶったのだけやった。こっちもやめとけ。あ大丈夫。どん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 狭いってきてるやんけ。名乗ってやんけ。おいおいやめて。来た来た来た。名乗って。チュピン。信号借りとることやったんかよ、おい。マジか。チュピン。やばい、逃げろ。今日誕生日やろ。誕生日ケーキ用意したんでぞ。嘘。火つけて。え？ハッピーバースデートゥーユー。早いな、おい。息をもっとね、いっぱい吸いましょう。見本をまずじゃあ見てください。はぁ、見て。よし、モンスターボール、えい！いて。あれ、モンスターボール、えい！いて。え？何なんすか、ちょっと。ちょっと待って。え？中だよね。あピカッとした中年でしたよ。おっさんじゃねえかそれ。ガッガッあービュースおいあーガッビュースガッおいはいあまたのお客様がいらっしゃいましたね。ここ東京は我々の地元ですから非常にテンションが上がっておりますね。いや東京俺らの地元じゃなくね。ありがとうございます。
藤原ライダー変身ティリリリリリリ CG の感じね、うん、あら、すごいやん、あ、ええやんか、おお、それなんやねんこれ前髪やんけおいとん牛丼最高ドンドカンウェルカム、腕カム、どこかめかじゃ、なぜこのゲームにスリルが欲しいんだよ。スリル、生死をかけたこのスリルこそが欲しさ。こいつ狂ってるよ。好きな、好きな子、好きな子教えてや。わし先生やぞ。いいよ。カニだけ50年食べ続けたらとうとうカニを食べやす一専門のいびつな口になった。酒が暴れてお前へそから漏れとるわ。誰だお前。はいはい、ぶち殺すぞお前。はいはい、お前小6ん時俺中1やからの、お前高3ん時俺大学1年や。お前、俺高3の時お前予備校中退やろ。なあなあ、タブッちゃん怖いな。梅ちゃん怖い、てか怖すぎ怖すぎ怖すぎ、剣心戦じゃん。怖すぎるから返り血が怖いから目つむってます。目つむったまま刀を鞘に入れます。あー、ミスった。でも僕右ハンドルの車乗ったら、うん、やっぱ同じだけ時左ハンドルも乗りたいんですよ。でも現実的に2台持ちって無理じゃないですか。お前車の免許持ってなかったよな。物理とか高校ぐらいやるね。重力加速度の問題ですか。どんなの。5階建てのマンションのベランダから5キロの鉄球を落とします、うん、危ない。本当そう、危ない。落下速度求める前にベランダからあんた何しようれっていう。本当失礼やで、あんた人。何がやねん、お客さんの前で。え、そんなたらこ加えながら出てきたらあかんよ。唇や。どうもこんにちは、キリン田村です。今日はね、温泉使っておいしいもの食べて頑張ります。おやおや、田村さん張り切るのはいいですけども、ズボンとパンツぐらい履いてくださいよ。おかしいやろ。体を感じること、体とのコネクションを持つ。聞いてんのかてめえこの野郎。はい、あそこのおじさんの心の声聞いたら信じてくれよ。うん、どうしようもない、どうしようもない、信じろ、すべてあげみんなけばけじゃこうちゃった。僕はね、高学歴のやつがね、頭ごなしに僕の言うことね、なんでやねん、なんでやねん言うてね、否定ばっかしてくるんですよ。何払え。宇治原って言うんですけどね。いやいやいや、小学校の前にこう2つの標語のようなものが、こっちの白い方は友達に一歩譲れる豊かな心を言ってるでしょ。僕はこの石井の方はですね、負けてたまるか言ってるんですよ。本当接客業やったことないんだね。なんで。客なんかみんな嫌だから。そんなこと言うだよ。いい客なんか一人もいないから。お客さんの前であんま言わないでくる。この仕事のお客さんとは別よ。あ、なるほどね。コンビニで働いてて客いないのがマックスだから。嘘、クズだよそれ。お久しぶりですね。お久しぶりです。少し見ない間にヒゲが伸びたんじゃないですか。いやだ、やめてよ。なんて冗談を挟め、昼下がりのティータイムですね。時間です。うん、あ、ちょ、はい、小学生ちゃいますよ。どこがなんですか。親戚の結婚式ちゃいますよ。まあ、おそばんでしたらね、30代の男性が多く働いてると思いますんで、働きにくいことはないかなと思います。逆にね、早番になってしまうとね、スタッフも女性が多いんでね。早番で、早番でお願いします。全然言うだろう、全然言うだろう。ああ、うん、今乗りました。今よ、あの、何を。うん、大丈夫、あのティッシュとハンカチ持ったから。どうでもええやろ、そんなこと。あー、えらい並んどんな。お、よいしょ。おらばんなん言うだろう。すんません、後ろに人入られてますよ。自分で注意せえ。だからあと1回だけ。やだよ。じゃあ2回なんで増えてるとか。どうかこの通りです。両膝をつけよ、両膝を。この通りでくつろいで、部屋でくつろいで。あの、この辺で、あの、落とします。この辺に僕の三半規管落ちないですか。すごい、もう生活に支障が。マイク一本、二人の芸人が物を持たずしゃべくりだけで皆さんに楽しんでいただく、この漫才を考えたのはこの吉本興業。ああ、今日はお前ら一つ頼んだで。二つしてる。サングラスを二つしている。かあ、カメハメハめえ、はあ、め、は、いや、
出てないやん、もうバランス間違えた、はい、本日限り、はい、3000円のところ、はあ、本日限りお値段25円で提供いたします。安すぎますやん。借金って一体いくらあるんですか？200万です。200万？200万、200万、合わせて600万。いや、おかしい。何を、これはお前は店が繁盛したらアルバイトを雇うのか？いや、そりゃそうですよ、忙しいから。優勝目指してえらい練習に励んでんねやろ？はい、今回のダンスは特に激しいんで。激しいの？怪我ないように気をつけます。怪我ないように、ね、怪我ないように。二人とも絶対に毛を抜かないように。いや、もういいよ。まだ毛を抜かないようにって。この二人を離しなさい。だってめえは、我々はアティーレ法律事務所のものだ。え、かばらいきんの？向こうが俺を見たら泣く子も黙るって言ってるだろ。前を見て歩いてたら違うよ。ほら、おっさん